はい、どうも、こんにちは、ゆずひこです。それでは本日なんですけども、まあ、サムネとタイトルにもあるように、まあ、日本のゴールデンウィークをまるっと半額還元、メルペイ 50% ポイント還元ということで、もうとうとうですね、ゴールデンウィーク前になんとメルペイが勝負を仕掛けてきたということで、まあ今日このニュースがピックアップされてたので、メルペイのなので、ちょっとこの 50% ポイント還元について簡単にまとめましたので、今から簡単に解説していこうと思います。はい、ということで、まず今回のこのキャンペーンの期間なんですけども、まあ期間が2019年4月26から5月の6日ということで、もうまさに世間のゴールデンウィーク10連休ということで、もうここに仕掛けてきたと言っても過言ではないこの見事なキャンペーンですね。で、こちらのキャンペーンなんですけども、まずメルペイで決済したら支払額の 50% 相当ということと、セブンイレブンで決済をして店頭での支払いの場合は 70% 相当というのが今回ポイント還元されるという、めちゃくちゃすごい、まあ、贅沢なキャンペーンですね。で、こちらのポイント還元の上限なんですけども、適用されるポイント還元率 50% または 70% に関わらず、キャンペーン期間を通じてなんと合計2500ポイントまでもらうことができると。まあもちろんこの3000、4000とかそれ以上はないんですけども、まあこの短い期間で2500ポイントもらえるって結構すごいなというふうに思いますね。一応なんか条件もありまして、まあキャンペーンの対象条件が銀行口座との連携、もしくは運転免許証などを持った写真の提出ということで、まあ、前回の動画でもお話しさせていただいたんですけども、まあ、メルペイが新しい本人確認の方法ということで、運転免許証を取って、そして自分の顔も撮った写真であれば、あの本人確認ができるという新しいシステムを入れたので、まあ、そちらの方法でもまあ大丈夫ですよというものになってますね。いやー、かなり本当に簡単になってきてますね、本当ふと思うのは。で、あともう一つ、こちらのセブンカフェでも11年で使えるクーポンというのが、ちょうど 5月の6日まで使えるので、これもゴールデンウィークの、例えば移動中とか、まあ長距離運転するときにコーヒー飲もうとか、そういうときにまあ使えればいいのかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回のメルペイの、まあ、50% の還元ということで、かなりお得なキャンペーンなのではないのかなと思うので、まあもしちょっとメルペイ気になってるなっていう人がいれば、まあこれを機に使ってみるのもかなりありじゃないかなと思います。まあこれがきっかけでメルペイ使い始めて、またキャッシュレスにあのイメージが湧けば、まあ僕のチャンネルとしたら、まあすごい役立つ情報をこれからもどんどん発信していこうと思いますので、あの見ていただければと思います。ということで、このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録、あとグッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローしていただけると嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。